それでは続きまして27期伊藤みどりさんにお願いします。伊藤さんは数年前よりギターの弾き語りなどでフォークソングを中心に活動されています。定期的には施設や老人ホーム、ライブハウスで演奏しています。名前がフィギュアスケートの伊藤みどりさんと同じで顔も似ていると言われますが、ご自分の方が可愛いそうです。数年前、朝日新聞に私の拙いギターがお年寄りや体の不自由な方が喜んでくれるならと投稿したことが実現し、今はすごく充実されているそうです。ここでプログラムの変更がございます。4番目の翼をくださいをこの広い野原いっぱいに変更させていただきます。それではお願いします。皆様こんばんは。お待たせいたしました。伊藤みどりと申します。今日は忙しい中、嬉しいですね。名前言っただけでこんなに恥ずかしい。ね、金業界ミュージシャンのコンサートをおいでいただきまして本当にありがとうございます、ね、さて、むさ苦しいコミックバンドの後はですね、私伊藤みどりが爽やかにお届けしたいと思います。でも男性なんちゃって主婦のなんちゃってギターなので、いろいろね、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、ここは温かい目じゃなくて耳で聞いていただけたらと思います。響きホール、まさかこんな、ね、立派なステージで歌うとは本当思ってなくて、実行委員やスタッフの方にですね感謝しつつ精一杯やりたいと思いますので、よろしくお願いします。でですね今までね、いろんなたくさんすごいミュージシャンの方出られて、最後が私ですよもう本当申し訳ない感じなんですけれどもね、ここはですね伊藤みどりとしてバシッとトリプルアクセルで決めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
説明も書いてありますので、このまま続けていきたいと思います。この街でという曲です。この歌を歌ったのではちょっと面白くないので。
変わってるのを先にお話ししないといけませんでした。失礼いたしました。本日のコンサートもいよいよ最後となりました。ここで会場の皆様と本日ご出演の皆様全員で合唱していただきたいと思います。今日の日はさようなら。お手元の歌詞カードをご覧ください。それでは岩崎館長、指揮をお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして本日のコンサートを終演させていただきます。本当にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。